大塚のスロー。うわー、右手を伸ばして深見勇気キャッチしました。7番先ほど肩を痛めていた深見。おお、36分前半残り4分、またまた大野球がすごい。ハーフウェイまで一気に持ってきました。さあ今度は散らしていきます。早稲田の11番野口が痛んでいますが、ここも裏に出る、繋がったのは内キャプテン。さあ手前にも一人いるが、離したボール、走り切れるか、岸岡を打ち、いたがそのままダイビングトライ。折り切りリード取ってきました。ね、よくやって今ね、池田がね、本当にオフロード、はい、彼の持ち味ですよね、うん、ちょっとここまでは池田選手があそこまで持っていって繋がらないというシーンがありましたが、そうですね、ここのね、今、裏のオフロード、非常に良かったですね、はい、取ってきました、森木リード、2年生です、まあ、ニュージーランドから札幌山手に留学して、東海大に入って、2年目、出場は中央大学戦以来となります今季。さあこの得点が動かなかった時間帯、取ったのが東海大です、19対11。